パイダーマンはもしやおつむが弱いんじゃないかと思ってはいたが、やはり思った通りだったな。なんとあの悪趣味な白い雲では飽き足らず、おニューのスーツに身を包んだやつの姿は何度も見かけた。しかもまともな人間なら錆びたスプーンで目をえぐり出したくなるようなパンクロック風スーツ。私はパンク誕生の生き証人だが、パンクなんてものには一切興味ない。あんなのは権威を軽んじた言語道断の代物だし、もしスパイダーマンがそっちの道に進むなら、ああちょっと待てよ、いやそんなまさかな。だが実はあれが本物のスパイダーマンじゃなく、メタル付きのモヒカン男が真似していたとしたら、しかも2人以上いたとしたら、じゃないと一旦ブレイクだ。クラクラしてきた。あなた防犯システムのタワーをハッキングしたでしょ。僕じゃないよ。というかタワーって何？怒らないから、とにかく助けてほしいの。誰かがシステムを妨害してる。複数のジャマを使って全周波数域を妨害してるみたい。見てきてくれない？助けてくれたらハッキングしたことは秘密にしてあげてもいいわ。シェアしただけだよ。でも、わかった。ジャマーのシグナルをキャッチすればいいか。とりあえず金融街をスイングしまくってシグナルを探してみよう。シグナル発見。追いかけてみよう。フィスクの手下。うわぁ、意外だな。妨害装置を破壊しよう。これかなり手抜き。ジャマーの破壊完了。これでどう？ダメね。ジャマーは一つじゃないってさっき言ったでしょ。なるほど。じゃあ探してみる。そもそもシステムがダウンしたのはフィスクの一味が原因だったのかもな。ちょっとパーティー開いて僕を呼ばないわけ？いいから休んでて。ジャマー壊せば終わり。ジャマーを壊すとこまでが仕事のはずだろう。壊すのが一番ってこともあるんだよね。スカッとするし。スパイダーマン、うまくいった。わずかに信号受信してる。文字化けしちゃって部分的にしか読めないけど、フィスクとギャングって。フィスクは犯罪組織の親玉。でも盗みは奴のスタイルじゃないはず。システムを復旧させれば奴らの計画も暴けるかも。
ジャマーは残り1台。見つけたぞ。いたぞあいつだ。あとはよし、今ので最後だ。システムが復旧するはず。スパイダーマン、防犯システムが復旧したわ。よかった。フィスクの一味に関する情報は見つかった？いいえ、でもハトバで無許可の行為が確認されたみたいね。今から座標を送る。調べてみる。逃げられる前にハトバに行かなきゃ。小さな軍隊には十分なくらい。あいつらまたろくでもないこと企ててそうだな。あいつら銃で何する気なんだ？早くこの弾使ってみたい。誰かいるか？君の仕事ぶり完璧じゃないね。チームは制服に着替える。制服と ID はいいけど、なんでこんなに武装するんだよ。状況次第では。やられた。じゃ計画暴いてやるか。銃と刑務所の看守の制服、それに偽造 ID。 フィスクをラフトから脱獄させる気？脱獄ごっこの邪魔してごめん。ここからはニューヨーク市警にお任せ。こっちも全て解決。協力ありがとう、スパイダーマン。ハッキングのことは秘密にしておくけど、見つかったら自己責任だからね。何の話だか僕にはさっぱり。じゃあ僕は防犯システムのサーバーから自撮り写真削除してくる。Spider-Man, the situation's under control.
ハトミック逃げないで頼むよ。あのハトを捕まえることだって大きな責任だ。本当にそうかな。諸君、私は陰謀説を触れ回るような男ではない。まあ議論に値する陰謀に関しては別口だが、例えばこんなのはどうだ。スパイダーマンがラジオタワーの周りを飛び回ってるって情報が入った。初めはただの妨害工作かと思ったが、事態は極めて深刻だとこの私は気づいたわけだ。奴は市民を守るためだとか勘違いして我々の会話を盗聴しているんじゃないかとな。商談やクレジットカードの決済、寂しい出版ツアー中にする妻とのプライベートな電話。おっと、今のは決して私のことじゃないぞ。私はそんなことしないからな。私と妻との会話を録音したと思ってるやつ、断じてそれは私じゃないからな。全部隊へ、人質事件が発生した。脱獄囚たちがバスを掌握。出動可能な隊員はヨークビルに急行。ハワードの話し合いがダメって捕まえないと。あのハトを捕まえることだって逃げられた。機関で人質か。本当最悪だった。ハワードの鳩だ。逃げないで頼むよ。あの鳩を捕まえることだって大きな責任だ。本当にそうかな。に帰ろう。アルケマックスのプラントだ。おい、君たちって薬剤師じゃないよね。白衣着てないからバレバレ。
トゥームストーンの手下は倒した。じゃあドラム缶の中身調べよう。ダイオックス3、トゥームストーンが子供の時に浴びた薬品のはず。これで一体何を。よし、ほらかかってこい。多分それ全速用のものじゃないよね。ドラッグやっちゃって、みんながやってるからって誘惑に負ける人多いんだよね。まさかドラッグの吸入器とダイオックス3は関係あるってこと。吸入器を分析すれば何かわかるかもな。オッケー、中身はなんだ。ダイオックス3とデザイナーアンフェタミン。一時的に不死身になれるレシピか。よくできてる。これまずいよ。これが流通しだしたら人気商品間違いなし。しかもトゥームストーンの独占販売。対抗薬なら合成できるかも。トラックに補給品が残ってないかな。科学の実験開始っと。できた、対抗薬の試作版。テストしないとな。あんたがいてくれてよかった。
警察が設置した通報システムとそこら中にあるタワーが市民の権利を侵害する恐れがあるって私の警告は覚えているな。犯罪抑止用のシステムだ。だが近頃スパイダーマンがそのタワーにいたずらをしてるって噂だ。私の忠実なリスナーなら奴がお咎めなしに悪事を働けるようタワーを停止させてるってことに気We got this, Spider-Man. Thanks anyway. なんとか日常が戻ってきて嬉しい。ひどい渋滞と地下鉄の匂いのこと？その通り。1ヶ月前はくしゃみしただけで座ってるんだ。困るわ。そうだった。風邪をひいたら1週間出勤停止。軽く食事でもしない？うん、この先の新しいお店行ってみよう。エディーズってとこ。クソ、あいつ早いな。スパイダーマン、にぎやかになったぞ。ローザが家族の元に飛んで戻ってきたんだ。よかった。本当に大事にしてるんだね。努力はしてる。サンドラに比べたらまだまだだよ。サンドラ？ああ、わしの妻だ。サンドラと鳥たちによろしく伝えといて。ああ、そうだな。そうするよ、スパイダーマン。ありがとう。また見つけてくれよ。こちら本部、ゴッズエーカーの状況を報告せよ。こちら走行パトロール車、ターゲットの姿はない。射程に捉えたぞ。無双ユニット、やり返しを接触したぞ。すみません、僕も乗せてってくれない？もしかして一人と戦ったら10人無料でおまけしちゃうキャンペーン？
覚悟しろよ、トゥームストーン。ブチギレ麻薬王の一人酒、これ死にできそうじゃない？この俺様に死だと？俺様は拳で語る男。そもそもマーチン・リーとどこで知り合ったの？俺様は一流だ。こっちが黙ってても向こうから会いに来る。もしも俺たちが組めばとんでもないことができるぞ。お誘い嬉しいね。ただ誰かを苦しめるつもりなら遠慮しとく。疲れた状態じゃないと対抗薬は使えない。やつをいくら殴ったところで効果ゼロ。対抗薬を試してみないと。お前らこっちだ。最後に戦った時のこと忘れたか？膝の具合はどうなんだ？雨の日は打つけど平気だよ。気遣いどうも。手下全員倒すまで対抗薬は使えない。俺様の薬気に入ったか？その名前考えたの、ま、対抗薬を使う前に手下を倒そう。皮膚科の医者を紹介してあげようか。平気？鉄の壁殴ってる感じ。トゥームストーンみたいだ。吸入器のドラッグはすぐ効果が切れる。切れた時を狙おう。出てきた。それじゃ食らいまくって。俺様に何を打ち込みやがった？なんだ、交換核。ああ、それね、アンチブロッキング剤さ、よくあるやつ。ベロもおかしな感じだ。ベロってこういうもんなのか？ああ、もうもちろん 100% 普通だね、多分。いつの日か真面目になった君を見たいな。スープレストラン経営してみたら？スープが儲かるなら文句はねえ。つまるところ俺様の楽しみは燃えるような熱き戦いだ。僕には理解できないかも。これで麻薬王トゥームストーンは廃業って言っていい？なあ、いいだろう。楽しかったぜ。僕は楽しくなかったけど。これでこれからはおとなしく生きていこうって思ったりしない？それはないな。死の恐怖でなおさらゾクゾクするぜ。いい左フックだった。
再戦を楽しみにしてるぜ。そうだね。気に入ったぜ。